A は2010年に結成した韓国の4人組女性アイドルグループ。2017年に解散した JYP エンターテインメント所属。JYP エンターテインメントよりワンダーガールズ以来3年ぶりのガールズグループとして2010年7月1日にシングルアルバムバッドバッ g グッドでデビュー。メンバーは韓国人2人と中国人2人で構成されていた。 グループ名、ミス A a には、すべてにおいて、A クラスの実力を持ち、アジアでトップを取るという意味が込められている。強い女性像をアピールした楽曲やパフォーマンスを、特徴としている。2016年5月20日に、ジアが脱退し、2017年11月9日には、ミンが、JYP 専属契約を満了して、事実上脱退した。 最終的に2017年12月27日をもって、フェイとスジで解散した。フェイとジアの二人は、もともと、ワンダーガールズの中国版である、シスターズというグループのメンバーとして活動していたが、ここにスカウトを受けたスジが加わり、三人で、サムスンの中国 CM に出演して、ラブアゲーンを発表した。その後、JYP、 アメリカ事務所の練習生であったミンが加わり、4人でミス・ A が結成された。ミス・ A はデビュー前から、JYP エンターテインメントの野心作、第2位のワンダー・ガールズと呼ばれて、話題を集めた。7月1日、ファーストシングルアルバム、バッド・バッド・グッドをリリースし、正式デビュー。タイトル曲、バッド・ガール、グッド・ガールは発売と同時に、 各種オンライン音源チャートで1位を獲得し、音楽番組、M カウントダウンにて、デビュー後わずか3週間にして1位を獲得し、デビュー後最も早く1位を獲得した、ガールズグループとして記録された。その他にも、ミュージックバンク、人気歌謡でも1位を獲得、音源チャートでは4週連続1位を記録し、最終的に、韓国のほとんどすべての音源サイトで2010年の、 年間チャート1位を記録した。9月27日、セカンドシングルアルバム、ステップアップをリリース。タイトル曲、ブリーズは、各種チャートで1位を獲得した。ステップアップでの活動を終えた後、スジは、ショー、音楽中心の司会やドラマ、ドリームハイのヒロインに起用され、ミンは、KBS、スクールバラエティ100点満点にレギュラー出演するなど、 本格的なタレント活動を開始した。年末には、ミス・エイは、様々な受賞式で、新人賞を受賞し、ネットアジアン・ミュージック・アワーズにて、バッド・ガール・グッド・ガールが大賞を受賞した。5月2日、キム・ヨナのアイスショーのために制作された、英語版、ラブ・アローンをリリース。7月18日、ファースト・フル・アルバム、A クラスをリリース。タイトル曲、グッバイ・ベビーは、 各種チャートで1位を獲得した。9月には、中国、台湾版、A クラスをリリースし、中国デビュー。2月20日、ファーストミニアルバム、タッチをリリース。同名のタイトル曲、タッチで活動。3月には、中国、台湾版、タッチ、アジアバージョンをリリース。10月15日、セカンドミニアルバム、インディペンデントウィメンパート3をリリース。 タイトル曲、I don't need A-Man で活動。11月には、中国、台湾版、Independent Women PT3、スペシャルエディションをリリース。11月6日、セカンドフルアルバム、h ッ s h をリリース。同名のタイトル曲、h ッ s h で活動。また、中国、台湾版の同名アルバムをリリース。3月30日、サードミニアルバム、Colors をリリース。 タイトル曲、オンリー・ユーで活動し最後のグループリリースとなった。5月22日には、中国、台湾版の同盟アルバムをリリース。5月20日をもってジアが脱退。11月9日をもって、民の JYP 専属契約が終わり、事実上脱退。12月27日をもって解散。メンバーであった、フェーン、スジは、JYP と再契約をした。 2019年3月31日、スジが JYP を退所し、マネジメントスープへ移籍。シングルシングルアルバムミニアルバムフルアルバムミニアルバム、フルアルバム個人での出演は、メンバーの功を参照。ありがとうございます。